おはようございますあるいはこんにちはもしくはこんばんは安藤亮子です平川翔ですはい、えー、文芸担当2人でお送りします、えー、ウルリコブックス,ックスえー、本日はですね私が一冊、えー、ご紹介したいと思います、はい、木内昇さんの型ばみという長編小説です,ですはい。結構分厚いです、ね、分厚いですこれがですね、はい、あの私 朝ドラいわ,ゆるあのいわゆる朝ドラ、はい、NHK の連続テレビ小説を見る習慣が全くない人間なんですけど見てないのにこんなこと言って申し訳ないんですけど、はい、なぜかというとなんかちょっとどこか作り物っぽい感じとか、はい、ヘロインのキラキララ感とかが<ー>苦手なんですよあと朝忙しいっていうのもあるんですけどそんな私ですがこれは朝ドラに是非してほしい <laughs> という。 ホームドラマでですね。なるほどはい、なぜか、まあ、ちょっと、あの、筋をご説明しますね。はい。えっと、主人公はですね、山岡汀子さんという女性なんですけど。はい、ええ、で、舞台は、ええー、太平洋戦争の直前から。はい。えー、高度成長期、戦後の高度成長期にかけての日本です。はい。ほで、その、この山岡汀子さん、汀子さんはですね、やり投げ選手なんですね。うん,うん。で、なんか、本当に、あの、オリンピックとかを目指して活躍してたんですけど。はい。えー、肩を壊してしまったことと、はいはい、あと。 やっぱりその戦争が迫ってきてるということもあってもうその始まって早々に選手引退してしまうんですね。あなるほどで、えー、そこから国民学校のまあ代用教員に先生になるわけです。で、えー、あらこの人がやり投げ選手として活躍する話なのかと思ってたらいきなり夢破れたんですね。でもう一個は、えー、とこの帝子さんの幼なじみで誠、えー、一さんっていう早稲田大学で野球の選手をやってた、はい、もうすごい爽やかなもうスポーツ、はい 万能のイケメンの幼馴染みがいてテコ、はい、さんこの人と結婚するとずっと信じてたんですけどいきなり振られるんですね、えー、それもすごい早い段階で他の人と結婚するって言われて、はい、それもテコさんも自分にプロポーズしてくれるんだと思ってその場に行くと別の人と結婚するって言われてですね<あ>すごいかわいそうなんですけどはい、はい、でもなんか本当に早々に

でその夢をや夢破れて教師になるんですけれども、はい、まあその下宿生活を送りながら代用教員としてこう学校に勤めているんですがもう本当にこう戦争も始まり教えることもまあいわゆる終身教育そのお国のために命を捨てなさいみたいな教育だしすごくこう思い悩みながらでもそれでもまっすぐにそこに向かっていくと、はい、途中でですねその下宿先のの親戚の 方の息子でなんか風天のお父さんみたいな人がいて職を転々とするような,でなんかその男性と結婚したらいいわみたいな感じでどんどん外堀を埋められて<ー>なんか帝子さんその人と結婚することになってしまうんですね。はいはい、でまあ当時はやっぱりそういうことよくあったんじゃないかと思うんですけど。 そのゴンゾウさんという人は、でもこの人がまたですねそんなに悪い人ではなくて<ー>すごくこう優しくて、はい、なんか全然、好き同士惚れ合った同士でもないのに、うん、なかなかいい感じの夫婦になっていくんですよ。もう一つその聖一さん が実はその結婚した後子供も生まれるのに招集令状が来て、はい、えと出兵してですね戦死してしまうんですよ外地でね。はい、で亡くなってしまって圭子さんすっごいショックを受けるんですけどそうすると誠一さんの奥さんがまたその。はい 旦那さんが戦死した後誰かと再婚させられることになって邪魔になった一人息子を引き取ってほしいと言、はい、に来てその聖太くんという子を引き取ることになるっていうはい、はい、そこはだからもうそのまあそこからホームドラマがある種始まってるる血縁ではつながってないんだけどしかもその聖太くんを恵子、はい、さんは自分の子供のように育てたいので出世、うん、のことは告げずに。うんはいで でその権三さんにしてみればテイ子さんの本当に惚れた人が誰かっていうのはなんとなく差しがついているのでなんとなくこう継ぎはぎだらけの家族なんですけど,どえとすごくまっすぐに、まあ、テイ子さんが自分の仕事と、はい、あの母としての子,はい、はい、子育てに向き合っていくっていうお話でですねな, <laughs> なかなかこうなんか。 えと登場人物たちが、はい、その物語の筋書き通りに都合よく動かないところが素晴らしいというかあで、まあ、戦時中なのでもちろんこう教え子が亡くなったりとか、はい、下宿先の主が戦地から戻ってくるんですけど片腕なくしてたりとかあとまあお腹が空いて本当に食べるものがなくて飢え、はい、とかそういうのも描かれます描かれるんですけどなんか結局そ,のそこで 生き抜く人たちの明るさとか人情味とかがですねすごく生き生きと描かれてそれこそ長い小説なんですけど生きを見してしまうというか本当に何にも増して魅力的なのがこのテイコさんという人でこの間世界陸上があってやり投げで北口遥花さんというを見てすごい私も本当テイコさんと思ってしまったんですけど。 なんかああいう、だからこのてイさんもすごい体が大きくてものすごい力持ちなんですけどすっごく優しくてなんかこうまっすぐで純粋っていうなんかこういうヒロインもそろそろどうですか NHK さ,さ,、うん、さんっていう感じなんです。なうん芸人さんの えっと大きい人最近結構ドラマすでに NHK の出てましたけど確かにちょっとそういう笑顔が多い感じが。毎回キャンディーズのしずちゃんしずちゃんって感じでもなくてですねもうちょっと誰だろうなんかそう誰かに本当に演じてほしいなっていうんかあとはステップファミリーなんですよねいわゆる。であとこの時代なのにテイコさんは結婚してもずっと。 仕事を続けるんですよ。その教員の仕事を続けて、その夫がえっ、ー、とラジオの脚本家を目指しながらなんかこうテイコさんを支えるっていう結構なんか現代的なところもあった、えー、確かにそうそう女性の生き方としてもなんかねなかなか今に通じるものもあったりしてですね,ですねなかなか結構泣けたりもします。はいはい、あさっき言おうとしたのはマリアマレーさん、はい。あ<す>マリアマレーさん。す <laughs> いしません。<laughs> そうなんですよそうそう「ううかたばみ」って、はい、植物でですね四、うんはい、つ葉のクローバーのクローバーありますよねクローバーに似た植物なんですけど葉っぱがハート型の植物なんですよね。うんうん、でえっとね確かこう1本にハート型の葉っぱが3枚ついてるのかな。はいはい、でそれを見てこうせいたくんが僕たち3人みたいっていうようなことあなるほど、うん、ですごくえっとあ だでそれだけじゃなくて、まあ、雑草なんですけど先日これを茹でて食べたりとかをしててっていう植物の名前なんですよねだからまあ、あのー、本当に力強くこん困難の下で,で、まあ、力強く耐えるっていうだけじゃなくてなんか明るく生き抜く人たちの姿と言うとすごい紋切り型に聞こえるんですけどなんかそうですよね、うん、そのさっっきから伺ってると、うんうん あのいろいろ大変だけどその基本的には美しく修練していく話で、うん、ただそういうものを鼻じらまずに読めるというかううちゃんと書けてる作品ってやっぱりすごいなって思いま、ね、そうなんですよ本当にそう思いますね <laughs> なんかし,したたかっていうんでもないんですけど、うん、結構流,流されていくわけですよねなんかまあ仕方ないなっていう選択の連続でうん、うん、だから こういうことがやっぱりなんか人生なんじゃないかなと思うしなんかそこにでもすごい純粋さがあってですねあのとってもいい小説だなと思いましたな,なんか若い人が読んでもきっといいんじゃないかな全然説教臭く,くもないですし本当に教え子が死んじゃうシーンとかすっごい悲しいんですけどあ<ー>まあなんだろう、うん、そういうのも含めて。 なかなかこうこれ終盤になるとさっきの息子くんとかがもう大人になったりするわけなんですか大人にまではまだなりきりはしないんですけどだいぶ大きくなって、はい、えと野球を始めたりとかして、うん、えで彼にこう出世の秘密をどう説明するかみたいなこともあったりして。 ね、そうですねまあこれがまたなんかいい息子なんですよね <laughs> <laughs> そういいいい家族だなってまあでも最初からそうではないんですけどはい、はい、うんやっぱりなんかこう共に過ごすうちにそうなっていくというところが非常に豊かに描かれていると思いますわかりましたで、はい、あ最後にもう一度あのタイトルとお願いします。木内昇さんの 片場み角、えー、川書店から出版されてます。はい、まだ新しいですね。そうですよね。これもまだ、うん。そうですね。8月に出たばかりなので、で割と本屋さんずんでありますよね。そうですね。はい、えー、おすすめの一冊でございます。はい、ありがとうございました、はい。今日もうるうるっとした一日をお過ごしください。<music>